どうも、銀シャリの橋本直です。なんやねん。なんで橋本直言うん。いや、お前うなぎやから覚えてもらいやすいね。橋本がなかなか覚えてもらわれへんから、ちゃんと言わなあかんやろ。もう出てるって下に。銀シャリの橋本直です。うなぎ和弘です。テロップネーム。って言ってからや。俺言おうとしたのに。皆さんの今日の晩御飯は何ですかって。いや、言うよ。いらんよ、ほんの言えよ。言おうとしてなさそうやったぞ。橋本直です言うから。どうも銀シャリですまで言えてないから。俺はなおまで覚えてほしい、ね、街中で橋本さんって言われるんじゃなくてなおって言われたい、ね、だからお伝えして、ね、なおさんええねん、だらだらと。今回はどこ下田駅どこ三島から1時間半です。ペリーで有名なとこよ。なんでそのジェスチャーなんなんそのペリー黒船のペリー。ペリーは俺も知ってる、うん、そう、それで有名なとこ。ペリーで有名なとこってどういうこと。プレーの、あープレープレーではなく、ペリーは幕末に下田に来航し、日米和親条約を締結した人物。そんなペリー来航によって、下田は日本で初めて開国した町なんです。来。お、おでんやん。ほら。銀シャリさん、はじめまして、うん。生まれも育ちも下田。生粋の下田っ子の土屋あずみです。油取り紙の表紙みたいな。実は私、確かに綺麗な、あずみさん、なになに、あらもう、あら、下田芸者なんです。芸者さん、そこで今回は下田の実は〇〇なんですスポットをナビしたいと思います、うん、よろしくお願いいたします。すごい辛いね、着物も。今回のナビゲーターは実は下田芸者の土屋あずみさん。芸名は天下。芸者歴3年、芸者文化の担い手として期待されている若きホープ。さらに芸者の傍ら、去年自身の店を開き、おかみとしても奮闘中。あら、絵になるね。実は〇〇なんです。一つ目は、去年寝姿山の山頂にオープンしたばかりのレストラン、ザ・ロイヤルハウスさんです。ザ・ロイヤルハウスさん、実はお店をデザインした方が鉄道好きの人なら誰もが知るあの方なんです。駅前にある下田ロープウェイで山頂まで行けますよ。鉄道好きが誰もが知る人がデザインしたってことですか。うわ、豊福さん、豊福さんやろ。いや、絶対そうやろ、豊福さんやろ。鉄道好きの誰もが知る。いやいやいや、そうやろ、静岡で一番有名な人やろ。違う、豊福さんやろ。豊福さん、また会えんねん。やった。いや、もうええって。ええって。もうどこ行く？何する？銀シャリの旅はナビ任せ。そんな歩いてない、そこからや。そんな走ってもないし。来ました。分かりやすい、ですね、めちゃめちゃ分かりやすいわ。字がでかい。どこに繋がってんだろう。うわ、いいサイズ感。なんか品もあるな。どうなの、ロープウェイマニアからしたらどう、このロープウェイの。いや、これいや、ちゃうけどな、ロープウェイマニア。ロープウェイって、まだちゃんと喋れてないな。ロープウェイや、何やロープウェイって。去年リニューアルしたばかりの下田ロープウェイ、寝姿山山頂まではおよそ3分半。山も山もいいね。天気よく囲まれてるな、山に。ロープウェイからは下田の街並みが、そして山頂からは、うわーこれはすごいわ。すごいです、これ大人気です。これすごいわ。こりゃいいっすね。ほら、やっぱ書いてるわ、黒船展望台って。ほら、ここや、黒船。あ、ここに乗りつけたってこと。ここに乗りつけてきたんやろな、ペリー。やるな、ええとこ。いや、いろんな海がある中、ペリーのチョイス間違ってないな、うん、ここに止めるな、俺も。下田湾が一望でき、晴れた日には伊豆七島まで見渡せる絶景スポット。そんな絶景スポットに去年誕生したのがザ・ロイヤルハウス。てみ、これもうおしゃれすぎて。うわ、めちゃめちゃおしゃれやな。うわ、ビューが、すいません、こんにちは。めっちゃおしゃれですね、なんか木目調のね。そう、落ち着く明かりと、うん、品やな。椅子もこだわり抜いてるで、これ。これほんまかな。でも鉄道好きな人がデザインしたって。豊福さんがデザインしたの。ちょっと違います。違う、豊福さん、これ無理。
でもね、鉄道好きなら誰もが知ってる方って言ってたんですよ。あ、そうですね、あの有名なデザイナーの方が。どれなんですか。伊藤岡英二さんという方なんですけども、九州で七つ星っていう観光列車が非常に有名な電車があるんですけど、あとは伊豆にもザ・ロイヤルエクスプレスって。あ、知ってます、知ってます。それに似てるなって言ってたんですよ僕さっき。そうですか。こういう電車あるよな、ロイヤル。そうそう、いいね。そう、うなぎさん確かに言ってましたよね。そう、ザ・ロイヤルエクスプレスは横浜から下田をつなぐ観光列車、片道2万5000円からと超高級。その電車を手掛けた水戸岡英二さんがデザインしたカフェだったんです。高級感あふれる店内でいただくのはカツカレーやアジフライサンドなど食事系の他に、うわピスタチオのかき氷でございます。ピスタチオのかき氷珍しい。うわすごい、うわうまそう。東伊豆さんのニューサマーオレンジ、ニューサマーオレンジ先取りやで、夏うまいな。一番人気のふわふわパンケーキに一年中楽しめるピスタチオのかき氷。うわちょっと、あー、いけるかな。珍しいもんな、ピスタチオって。おいしい、おいしいって言って何もしないんだろう。おいしいって言って、おいしそうすぎて、おいしそうすぎて、もうた、うまー、好きすぎて早すぎたって。うあ、すごいっすね、めっちゃおいしい。ありがとうございます。こんなにピスタチオ出せるんですか。ピスタチオを食べてるよりピスタチオです。これめっちゃうまい。ありがとうございます。美味しいです。いいよそんなもうでかい子出さんで。めちゃくちゃうまい。これパンケーキにたっぷりの蜂蜜をかけて、生クリーム、そしてニューサマーオレンジのジャムをのせていただきます。うわもう大人のパンケーキですね。ありがとうございます。大人、大人のパンケーキですよ。言わんでええねそっち。いやこれは最高やわ、うん、この空間でこれを食べれるっちゅう。景色も見ながらちょっとピスタチオだけにちょっと豆に通います。出たよ。お待ちしております。いいですね。LINE ちょうど LINE 来たわ。ちょうど LINE 来た。ザ・ロイヤルハウスさんはいかがでしたか。最高です。突然ですが銀シャリさん、下田の海の幸といえば何でしょうか。あ、もう言ってんの。サバ。そう、漁獲量日本一を誇る金目鯛。よし。なんですが、実はこの時期おすすめの海の幸が他にもあるんです。え、下田港のすぐ近くにある伊豆下田マリンセンターに行けば分かりますよ。伊豆下田マリンセンター。いやちょっと今日すごいですね、贅沢ですね。金目鯛食べれるってことや。ほんなら、いや違う話切れたか。え、なんて。金目鯛なんですが、それともう一個有名なやつがあるんで、それのって。もうそっち食べさせやん。聞いてないよ。そっち食べさせやん。全然聞いてへんよ。ペリーロード、ほら。あ、こっちペリーロード。ほんまや。ほんで、こういうのもあんねや。だから、ちゃんとペリーにちなんで。回るんじゃん。なあ。回らんか。あ、回る。あ、回る。回るけど、ちょっとだけ。あ、可動域。こっち？あ、誰かいてるで。マリンセンター。あ、ここおっしゃってたとこや。ここや。どうもこんにちは。あ、こんにちは。あ、こんにちは。すいません、銀シャリと申します。なんか金目鯛以外にまた名産があるって聞いたんですけど。うちワカメ。ワカメ。え？の、なるほど、あの収穫の体験もやってるんですよ。よう取れるんですかワカメも。ちょっと今年はね、うん、時期が早いんだけど。あ、なるほどなるほど。行っちゃいます。いいんですか。早速ですか。あっても物の数量で。いや、いつもこんなノリだから。あ、ありがとうございます。いますか。わかめやけどノリがいいという。あ、なるほど。下田港の目の前にある伊豆下田マリンセンターは、釣りやクルージングなど下田の海で気軽に遊べるレジャーを企画。今回はこの時期にしか体験できないワカメ狩りに挑戦。下田港から船に乗り込み、いざ出発のはずが。金目ともう一個はワカメやってんな。あんま言うな。いや何も言うてないやん。いやその残念。ワカメやったんやなって。その
驚きの方やんか。語尾が下がったからさ、語尾下がったこいつ悪いですわ。違う違う違うやん。いや、そう聞く、ごめん、俺はそう聞こえたから。ごめんごめん。それはお前がそう思ってるからそう聞こえる。いやいや、俺は思ってないよ。不満そうな2人を乗せて走ること10分。気持ちいい。この日は波も穏やかで絶好のワカメ狩り日和。さあ、漁場に到着しましたよ。で、これがワカメのロープです。え、ワカメのロープ、ああ、はいはいはい。それでロープ張ってあるんだけど、そこ黒く見えてるじゃないですか。はい、もうちょっと見えてますね。ええ、それがワカメです。うわ、ちょっと上げてみましょうか。いいですか。はい。わ、もう香ってる。あ、いい香り。ワカメの匂いする。すごい、ワカメの匂いしましたね。あ、そんな感じで取れるんですか。うわー、ついた。わわわ、ワカメロープウェイや。これが3月になると2メーターぐらいまで育つんです。だ、今まだまだ全然育ってないです。あ、じゃあこっからもっと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 大きくなるんで。育てているのは養殖のワカメ。最盛期には2メートル以上にもなるワカメですが、大きくなる前のワカメは食感、香りとも抜群なんだとか。え、どうやって取るんですか。なるべく大きいのを切るんですか。え、この辺ってことですか。ほんなら、あ、これとか大きいじゃないですか。これめっちゃ大きいです。ほら、これをどうす、どっから切るんですか。これをこっからこう、根元から、ハサミでこう。え、この辺こう、こう行っちゃっていいんですか。はい、ここ行っちゃってください。はい、行きます、うん。で、これ3つぐらい一緒に。あ、3つぐらい一緒に、うん、こういうことですか。ええ、もう行っていいです。うわ、緊張する、うん、そのぐらい。行きます、はい、わー、これですね、はい、うわ、出てきた出てきた、でっかいの。うわ、うわ、でかいでかい。結構でかいよ。うわ、嬉しい。すごいですね、わかめ。こういう感じで、ちょっと大きめのやつを取ってみてください。綺麗ですね、この色。ちょっと別光っぽい感じの。おあ、そう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 、はい、これは楽しいっすわ。これええな。ちょっと俺思い出すな、毎回ワカメと出会った時に今日のことを。ありがとう、ワカメ、ありがとう。また一回、また大きく育ってね。さあ、収穫したワカメは今回特別にお店で食べさせてもらうことに。で、今沸騰したので。今ですよ、もう。はい、で、それをあのここにガーッとかけちゃってください。行こう。海水を洗い流し、細かくカットしたわかめにカツオと昆布で取った出汁をかけるだけのシンプルなもの。いきます、はい、うわうわ、見るわ、うわ、すごいすごい。ちょっと箸で混ぜた方がいい。こんな色変わるんですね。うわ、すげえな。うわ、なにこれ、こんなに、うわ、めちゃめちゃ変わってる色。うわ、なにこれ、うわ、すげえ、うまそう。めちゃくちゃシンプルやで。これぞ贅沢なんじゃないの。そうやな。でも、ツルツルしてるから。うわ、どうですか。うまっ。ありがとうございます。なんか今まで食べてたわかめ全然違うな。違うな。やっぱ感想と違いますよね。柔らかいでしょ。柔らかいです。で、食感ちょっとありますよね。ジャクジャクっていうな、うん、でもね、すぐね、切れていってね、めっちゃ柔らかい。歯で切れる。なんやな、これ。やっぱ香りも違いますよね。全然違います。もうビッグオペリーが駆け抜けますよ。すごい。でもちょっとね、逆に辛い。あの、知っちゃったから。下田のワカメ、ほんなら他のワカメだ、あっていう。確かにな。違うなみたいな。確かにな。そしたらまた取りに来て食べに来てぜひ。取りに来て食べに来てください。しかもちょっと早めに来なかったね。3月だともっとでかなんで、2メートルぐらいになるってね。一番でかいだって2メーターぐらいですね。じゃあこれ高級で貴重なこの段階で生かして切るっていうのは。確かにな。ライうまい。下田のワカメ食感も癖になるわ、うん、これ。下田のワカメはいかがでしたか。めちゃめちゃうまいです。続いての実は〇〇なんですは、知る人ぞ知る下田の名店、テーブルトマトさんです。テーブルトマトさん、実は一月の中で1週間ほどしか営業していない幻のレストランなんです。一緒だ。ナマコ壁の建物が目印ですよ。テーブルワカメで十分かな。まだ何だったっけ。ナマコやね、何て言ってね。ナマコやね、合ってます。ナマコ壁、ああ、ナマコ壁か。ナマコ壁でもこんなんちゃう、こういうやつやろ多分。違う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 、書いてないやん誰も。ナマコ壁は伊豆特有の建物、木地がナマコのように盛り上がっていることから名付けられました。これじゃない、ナマコ。あ、書いて書いて。え、テーブルトマト。あ、ほんまや、ここや。これやナマコ壁。
すいません、こんにちは。はい、こんにちは。おしゃれなお店で。ほんまつやん。昔のあれっぽいですね。蔵造りだったんです。いいですね、これちょっと内装、はい、内装を変えますね。テーブルトマトは昔蔵だった建物を改装して3年前にオープン。なぜ幻のレストランなんでしょうか。1ヶ月なんか1週間しか。そうなんです。大体月に10日ぐらいしか営業してなくて、はあ、自分の都合でお店を開ける広い店ですよね。なんでなんですか。みんなそうやって行きたいです。僕もそうしたいです。なんでそうなんですか。私もう一個仕事をしてまして、ライターとか本を書く仕事をしてるんです。へー。そう、山田さんの本業はライター。料理関係の取材が多く、さらにお酒好きが高じてお酒に合う料理を研究しているうちにお店を開くまでに。メニューは地元の食材を使った創作料理。中でも一押しは下田ブイヤベース。うん、わー、下田ブイヤベース。出た。え、これエビですか。これうまいど、はい、何エビですか。伊勢エビです。伊勢エビ。この後ワカメじゃなくてよかったね。まあまあまあ、やっぱそう、なんか見ビジュアルやっぱすごいよ。そらな、やっぱりエビとこの下のお魚が、ね、エビじゃないでしょ、これ金目鯛です。出ました出た、やっと出会えた。出た金目鯛なんですけど、こう頭の頭の部分を使ってまして、お出汁がね、お出汁にも、はい、取ってまして、それ以外にも伊豆はすごくいろんな魚が取れて、ブダイっていうお魚と、はい、高野肌っていうお魚が入ってます。そんないろんな魚が、はい、その時取れたもので使わせていただいてます。めっちゃいい香りしてますよ。これはうまいな。うわ、もううまみがもうお汁に爆発してますよ。すっごいいろんな味してますよ、スープの。うまこれ。うま、金目のここめちゃめちゃうまい。頭のとこが一番おいしいって言ってね、地元の人はもうここから食べます。念願の金目鯛のうまみが詰まったスープ、そのお味は。うわー、出てるな。濃厚。濃厚やわ。うまこれバケットとかつけてうまいよな。パンではなくてリゾットで食べていただきたいと思ってます。え、リゾットもあるんですか。2杯ご用意します。これほんまうまいですよ、この汁。うまい、止まらんで。だし好きの橋本さん、本当に箸が止まらず、この後困ったことに。あ、もう食べてしまわれましたね。これをリゾットで一緒に召し上がっていただきたい。あ、一緒に飲むから。大事に飲むから。いやいや、俺じゃあなんか別、なんかそのおいブイヤベースしましょうか。うわ、おいブイヤベースいいですよ。すいません、お願いしていいですか。はい、から、お前こんな置いとかなあかんだもん。これよ、そう、いやリゾットだ、これにかけるってことですね。このクレソンリゾット、後からスープをかけて食べるタイプのリゾットだったんです。まずはそのままいただいてみましょう。クレソンの鍋とかうまいのよ。あ、そう、うまっ。うわ、米も全然うまい。南伊豆のお米なんですけど、これもあの若い男の子が一生懸命作っている農薬のお米です。面白いですね。それでうまい。さあ、お米を味わったら、いよいよスープの登場です。こんなもスペシャルユニットやで、こんなもん。うめえ。めちゃめちゃいい香りじゃないですか。うめえよ。合いますよね、あのこれ。めうまい。これは憎いな、これで1ヶ月に1週間しかやってなくて来るもんな。これはうまいから、これ食いに来ますもん。もう自由に生きれますよ、うん、素晴らしいです。こんだけうまいもん出してたらもう最高のナビゲート、ありがとうございます。